さあゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。これはわしも好きな話。クロードの眼はぼやけ始めていた。
鬼の真の像はゆっくり敵を抜いた。もうおらんだろう。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。災いが待ち受けていることをクロードは悟った。勝利を悟っていた。まだ行くでない。助かった。礼を言う。
クロードが激しい戦いから退く。ついに鬼を退治した。鬼がいる。火星戦か。恐るべき敵が現れた。死は彼方から敵の体を貫いた。
らなる敵勢が姿を現した。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術を。敵の息はまだ止まっていなかった。ネオが頼みとした仲間は刃の錆となり始めた。今ので最後のようだ。次なる敵は大したどの相手よりも。鬼がいる。
われたが最後敵に逃れてすべて
退く気など微塵もないようだ。
クロードは手強い仇どもを打ち倒した。だが誠の勝利へと至る道は長く、さらなる敵が待ち受けている。